宮城電気鉄道の電車本校では、宮城電気鉄道が保有した電車について記述する。宮城電気鉄道は、仙台と石巻を結ぶための鉄道として、1925年に最初の区間を開業し、以降1928年までに全通した。鉄道線は、最初から直流 1500V で電化され、電車の運行が行われた。当初、製造されたのは、 丸屋根の木造車であったが、延伸の際の造備車は、反抗生となった。これらの制御装置は、ウェスティングハウスエレクトリック式の HL で、パンタグラフも仙台地下駅での河川高さの関係で、同社製の空気上昇、バネ硬化式を採用しており、特徴の一つとなっていた。宮城電気鉄道は、沿線の日本 3K の一つである松島を控え、経営状態も良好であったが、 1944年5月1日付で、戦時買収され、運輸通信省鉄道総局の戦績戦となった。この時点で、国有鉄道席に移管されたのは、電気機関車3両、電車24両、貨車37両であったが、太平洋戦争後の1946年に、宮城電気鉄道が発注した電車4両が、運輸省鉄道総局によって購入され、 国有鉄道席に編入された。1925年2月、宮殿、仙台西小釜間開業に際し、釜田車両で3両が製作された、並島荷物合わせ作り制御電動車で、製造時はデボハに101型と称した。車体は14メートル級の木造3扉で、屋根は丸屋根である。窓配置は 1D3、2D2、3D1 で、 車体の両側に運転台が設けられており、前面は3枚窓の非貫通式である。電動機は WH 車製の 540JD-6 を4個装備しており、歯車比は17、70、台車はブリル 27MCB-1 である。室内はロングシートで、定員は88人、荷物室の荷重は1トンである。年月には、 車体に後半を貼り付けて、モハに101型と解消された。国有火事には3両ともが健在であったが、103は1948年6月に伝送解除され、1949年11月に区派223と解消、同年3月に101が廃車となり、102は同年4月クハにとなったが、改版は行われなかった。 1951年4月には223が富山高線に転属しており、102は引き続いて戦績線で使用されていたが、1953年6月1日に施行された車両形式称号規定改正では、区派に7300型と解消され、102が7300、223が7301に改められた。廃車は、 7300が1954年12月、7301が1955年3月である。1925年の開業時にも、ハニ101型とともに、か田車両で2両が製造された木造の、並刀荷物合わせ作り制御電動車で、初原等はモハに101型と同様である。製造時は、デハニ201型と称した。 もは201型との際は、荷物室が拡大されて荷重が2トンに増加した点で、それに伴って定員は66人に減少している。202については、時期不詳であるが、展望車に改造され、荷物室を撤去して手もは220型に改められた。窓状の幕板に、アーチ状の飾り窓が追加されており、側面窓配置は 1D12、2D12、2D1 である。 定員は100人に増加している。後に201はデハニ201系、220はデハ220型に改められ、さらにもハニ201系、モハ220型となった。両者とも両運転台式であったが、買収後に片運転台式となり、戦後はさらに電装解除の上、制御者化されている。201は戦績戦に、 在籍のまま1949年3月に廃車解体され、220は1951年4月に富山高専に転出し、1953年6月の車両形式称号を規定改定の際には区派6300型に改められたが、1955年3月に廃車となった。302号がこと電場と560計67となった姿。 後ろの車両は宮城電鉄と無関係。春日川駅付近にて303号がこと電場と後2000系230となった姿。後ろの車両は宮城電鉄と無関係。1926年3月、日本車両製造東京支店製の木造並等製業車で3両が製造され、製造時は左派301型と称された。 車体はマリアネの木造で、側面窓配置は 1D131D131D1、前面は非貫通型の3枚窓であるが、中央の窓は天地寸法が大きい。寸法は最大長 15,025mm、最大幅 2,715mm、最大高算 650mm、地長は24トンで、台車は日本車両製造製のブリルタイプである。 車内はロングシートで定員は百名であった。国有化後も戦績船で使用されたが、1952年7月に3両とも廃車され、高松こと平電気鉄道に譲渡され、二線型となる。このうちの一両は21世紀まで運用されていた。1927年7月、汽車製造東京支店製の型運転台系半抗性並等制御車で二両が、 製造され、製造時は、テサ派401型と称した、宮城電気鉄道発の半構成車である。車体は、当時の構成者の例に漏れず、従来の木製車をそのまま構成化したような、角張った車体に一段加工窓を持つリベットが多い、スタイルで、口述のモハ501系、モハ601系、クハ2 701型とは、同型車である。 側面窓配置は 1D222222D1、つま面は両側とも非貫通型の3枚窓である。寸法は最大長 14970mm、最大幅 2709mm、最大交算 705mm、地70長、mm、は20.1トンで、台車は汽車製造製のブリルタイプである。車内はロングシートで、定員は100名であった。 国有化後も引き続いて、戦績戦で使用され、1953年の車両形式称号規定改正では、区波6310型に改称された。1954年には森岡工場で更新修繕を受け、乗務員室側面に開き戸が設置されるとともに、屋根状の通風機もグローブ型に交換された。その後、 6310は1961年3月、6311は1959年11月に廃車となっている。1928年3月、汽車製造東京支店製の両運転台系半構性並等制御電動車で2両が製造され、製造時は手で派501型と称した。車体は先行した区派401型と同型であるが、 側面窓配置は 1D3333D1、つま面は両側とも非貫通の3枚窓であるが、中央の窓の天地寸法が大きい。寸法は、最大長 14,361mm、最大幅 2,685mm、最大高 4,112mm、地長は25トンで、台車は、機車製造製のブリルタイプである。車内は、 ロングシートで定員は100名であった。国有加護は両者とも戦績戦で使用されたが、502は1950年4月に宇部電車区に転出した後、1951年6月に府中町電車区に転属、さらにその後、1953年2月に横川電車区に転属、電装を解除され、壁線で使用という複雑な経歴をたどっている。 一方501は、1951年6月に横川電車区に転属して、壁線で使用された後、1953年2月25日に102に、廃車廃車の補充として、戦績線に再転入しており、この際に森岡工場で電装を解除され、区派となった。1953年の車両形式称号改正では6320型に改められ、 6320は1954年3月、6321は1956年3月に廃車となった。1928年3月、汽車製造東京支店製の両運転台系半厚生特等並等制御電動車で2両が製造され、製造時はテデロハ601型と称した。車体はモハ501型と同様で、車内に 特等室と並等室を区分する仕切りが設けられていた点が異なるのみである。後に特等廃止によって手で派601系、さらにも派601型に改められている。国有化後も戦績戦で使用されたが、1951年5月に601が富山高専に転出すると同時に、伝送解除602は1952年4月に、 府中町電車区に転属して、復縁線で使用された後、1953年2月に横川電車区に転属、壁線で使用された。1953年の車両形式称号規定改正では、区派となっていた601が区派6330型に、602がも派2310型に改められている。 廃車は2310が1954年7月、6330が1956年3月である。1928年3月、汽車製造東京支店製の、型運転台系半抗性並藤にもつ合わせ作り、制御車で2両が製造され、製造時は、手差ハニ701型と称した。前述のモハ501系。 もは601型と同型の車体であるが、荷物室を運転台のない後くらい側に設けているのが珍しい。側面窓配置は 1D333DD1 である。寸法は最大長 14,361mm、最大幅 2,685mm、最大高 3680mm、地上は20.0トンで、台車は 車内はロングシートで定員は80名、荷物室の荷重は1.6トンであった。本形式は国有化後も一貫して戦績戦で使用され、1953年の車両形式称号規定改正では区派に7310型に改められた。廃車はいずれも1957年7月である。 1937年及び1941年に製造された両運転台系半構性並等制御電動車である。従来の半構性車のような武骨さは影を潜め、上下に拡大された二段上昇式の側窓など、全体的に明朗で端正な印象となり、ファンからは道の首人の愛称でも呼ばれる宮城電気鉄道を代表する電車となった。車体は、 半構性で側面窓配置は D2D8D2D、前面は軽い R がついており、窓は中央に貫通扉を設けている。寸法は最大長 16,350mm、車体幅 2,700mm、最大高 4,135mm、地上は33.5トンである。電動機は三菱電機製のメガバイトマイナス64。 を4個装備しており、歯車比は1937年製の2両は、日本車両製造東京支店製で、電動機を持たない制御車として落成し、区ハ801型と称したが、同年伝送され、モハ801型となった。これらは、車内は、クロスシートであり、観光路線にふさわしい車両であった。1941年には、 同型の803から805が増備されたが、こちらは時局を反映して、オールロングシートであった。また、同年には、日本鉄道自動車製の八百881系2両も、増備された。日本車両製と車体は同型であったが、車内は、クロスシートであった。これらも後に伝送され、国有化時点ではモハ801型に編入されて806、807となっていた。 国有化後は、前者が戦績戦で使用され、クロスシートであった801、802、806、807も、戦時中にロングシート化された。そのうち、801と802は、連合国軍専用車両として徴用され、クロスシートと便所が整備された。803は、更新修繕の結果、扉幅を 900mm からもは810型と、 同じ線1 0 0 m m に改造し、クロスシートを設けている。また1952年4月に、宇部線へ転出した807を除き、パンタグラフや電動機、台車を国鉄正式のものに交換している。1953年の車両形式称号規定改正では、後日のモハ810型とともに模波2320型に解消された。 そのうち2324と2325は1957年に車両受給の関係から伝送解除されクハ6340型となった。さらに1959年6月の車両形式称号規定改正によりモハ2320型はクモハ2320型と改められた。本形式はモハ801系の改良型として、 宮城電気鉄道により、日本車両製造東京支店に4両が発注された電車であったが、1944年の宮城電気鉄道が国有化された際の引き継ぎ車両には入っておらず、1946年8月に戦後の混雑対策として国有鉄道が購入したものであり、直接国有鉄道席に入っているため、正式には買収国電というわけではない。 予算は当時増備が行われていた、モハ63型の製造予算を流用して、執行されたという。モハ801型とはほぼ同型であるが、客用扉の幅が 1100mm に拡大されており、その分全長が 16,910mm に延長されており、座席もロングシートであった。その後は、モハ801型と同様の経過をたどり、 1953年6月の車両形式称号規定改正では、旧モハ801型と同形式であるモハ2320型に統合された。そのうち2329は車両受給の関係で1957年6月に、電装解除の上制御者同様となったが、区波6340型への改版は1958年1月であった。 電動車として残ったものは、1959年6月の車両形式称号規定改正で、雲波2320型に改められた。さらに、同年12月22日付の形式番号整理では、変運転台になっていた2327、2328の2両が雲波2340型に区分されている。 もは801系系列の廃車は1957年の2321から始まり、翌年までに2322と2323 23が廃車となっている。営業用としては、1962年に2341、6340が廃車され、残りも1964年3月に営業運転から退いた。一方、 ただ一両広島鉄道管理局に転属していた2326は事業用に転用され、畑製工場の入れ替え用として1965年7月まで使用された。モハ801系系列は地方鉄道用には公的なサイズの車両ではあったが、比較的遅くまで国鉄で使用されたこともあり、私鉄に譲渡されたものは一両もない。 本形式は1938年3月に、鉄道省からもはい地形一両を譲り受けたもので、元は1922年6月技者製造東京支店製の、デッハ33,526である。宮城電気鉄道上都の際には、運転台の増設と象形制御装置の HL への交換が行われた。国有化後も9番に復帰することなく、潜石船で使用され、 1956年12月に廃車森岡工場で解体された。ありがとうございます。